こんにちは、鈴木です。今回は13騎兵防衛権。これ非常に意欲的なゲームなんですけど、意欲的であるがゆえに、非常にね、わかりにくい部分とかもあったりするので、未プレイの人が、まあ、こういうことをしながら遊ぶと、非常にわかりやすくなるんじゃないか、ということをちょっとネタバレなしで、ちょっとまあ、アドバイスといった感じで、やってみようかなということで、動画を作ってみました。まず最初のポイントが一気にプレイするということですね。まあ、これノベルゲームでは基本のことだと思うんですけど、あれ何だったかなと思いながら進めていくと、さらによくわからないところが増えていって、まあ全然わからなくなるということがあったりするんで、まあ、時間をとって一気にプレイすることが大事ということですね。まあ、社会人の人とか、学生の人がだったら、まあ、土日に、まあ、一気に、進めるということがおすすめですね。多分ね、土日二日間やり込むと、そこでクリアできるんじゃないかなと思いますね。これ、あ、違っても、まあ、1日1時間ずつ進めていこうとか思ってはいけないですね。一度にプレイすることが大事です。そして二つ目。追走編を進められるところまで進めてから崩壊編。まあ、追走編っていうのは、まあ、ストーリーを進めていくところで、まあ、崩壊編っていうのはバトルをしていくというところなんですけど、これバトルをするのとストーリーを追うのと、交互にやってると、これ一つ目との関わりがあるんですけど、ストーリーが忘れてしまうということがあるんで、まあ、できるだけ、追走編と崩壊編を、時間をそれぞれちゃんと割り振って、追走編をやれるだけやって、その次に崩壊編をやれるだけやってっていう風に、交互に、やれるだけやって進めていくっていうことが大事ですね。そして三つ目。崩壊編の難易度をカジュアルにすること。難易度は三つあって、カジュアルと、ノーマルと、ストロングと三つあるんですけど、崩壊編ね、難しくすると、バトルをしている間にストーリーを忘れてしまうので、良くないですね。なので、バトルはできるだけ、まあ、カジュアル、一番簡単なのにしといて、まあ、ストーリーに、自分の頭を、集中できるようにした方がいいですね。このゲームで一番難しいのはバトルじゃなくて、ストーリーです。まあ、メモを取ること。僕は PS4 でプレイしながら、隣で、パソコンで、メモを取ってたんですけど、誰が何番の機嫌に乗ってるかとか、あと同じものを別の言葉で、言っているものがあったりするんで、まあ、その辺は、あ、これとこれは同じだよっていうことは、チェックしたりしてました。そうすることで結構ね、理解が、早くなるということがありますので、おすすめです。そして最後、救命編のイベントアーカイブを見返すということですね。これはね、イベントアーカイブは、起こったイベントを、順に見れるんですけど、まあ、それすることで、ちょっと忘れてたことを、まあ、思い出せるっていうこともあるんで、なんか、なんだったかなと思った時は、見返す。もしくは、久しぶりにプレイするとき、昨日プレイしたけど、ちょっと今日はバイトとか、会社とかで忙しかったなというときは、まず、このイベントアーカイブを見直してから、進めることが、おすすめです。まとめるとこんな感じですね。あと細かいところで言うと、追走編でキャラ別に進めようとするとき、最初あらすじが出るんで、まあ、それをチラッと見てからでも進めると非常にストーリーの理解が進むのでおすすめです。というわけでこの辺心がけて進めていただければまあ、より楽しく遊べるんじゃないかなと思うんで、ぜひねやってみていただければと思います。というわけで今日の動画はこんなところで、またお会いしましょう。